皆さんこんこにちは今日は抗生物質の作用記事をまとめてみたのでプレゼンテーションにしてみましたそれでは皆さん一緒に勉強していきましょうまずは細菌をいてみました最初に紹介する抗生物質の種類は、えー、この細胞を包む細胞膜細胞壁そしてカプセル ここら辺に作用すする抗生物質を挙げていきます細胞壁及び細胞膜に作用する構成物質は1つ目細胞壁の合成を阻害するペニシリン系セファロスポリン系2つ目細胞壁を合成するムレインの合成を阻害バンコマイシン3つ目細胞膜の透過性の変化をしてしまうコリスチンポリ,ポリミクシン B などがあります。 細胞壁にズームインしてみると実際にはこんな感じで、えー、細胞壁が合成されています、えー、このように呪術つなぎとなっている物質の間に橋がかかっていますねこの橋を破壊してしまおう、えー、この橋を、えー、の合成を阻害してしまおうというのがペニシリン系セファロスポリン系それに対しこの呪術つなぎの玉の部分ですね玉の部分 この玉を合成しないようにしてしまうというのがバンコマイシン細胞膜の部分を破壊してしまうのがポリミキシンコレスチンです次ですが、えー、今度は細菌内の DNA この部分に作用する抗生物質があります核酸、えー、合成阻害 この黒い線が DNA だと思ってください DNA を複製する際に DNA ジャイレースという酵素が必要となりますこれを阻害してしまうのが乳キノロン系抗生物質シプロフロクサシンレボフロクサシンなどそして DNA から RNA を作る時 RNA ポリメラーゼという酵素これを阻害するのがリファンピシンなどですね えー、メトロニダゾールこれはついでなのですが DNA らせんに、えー、作用するのでここに入れてみましたメトロニダゾールはニトロレダクテーザという、えー、酵素が献性の細菌にはありますそれにより還元されフリアルジカルになりそれが DNA らせんの破壊などの細胞障害活性を示します次、えー、次の グループの構成物質はリボソームというものに作用しますリボソームというものは何でしょう、えー、リボソームの,の役割としてはタンパク質のの合成というのがあります、えー、最近のリボソームは 50S30S といった2つの部品からなっていますがこれが mRNA を手繰り寄せながら、えー、タンパク質を作っていくこのような役割になっています。 これを阻害してしまうというのが、クロランペニコール、マクロライド系化合物と、えー、アミノグロクサイド系化合物やテトロサイクリンなどがあります。次のグループ、溶酸合成阻害および溶酸活性阻害。細菌の代謝に必須である溶酸の抗成成分に似ている。これと競合して介入し、溶酸の整合性を阻害してしまうというのが、サルファ薬 サルフォノマイドトリメトプリン、えー、トリメトプリムというのはヨ酸の活性を阻害するです、ねえー、薬ですヨ酸の合成を阻害するのがサルフォノマイドヨ酸の活性を阻害するのがトリメトプリムですこの両方の薬は、えー、一緒に使うと効果が倍増するのでほとんどの場合一緒に使われ,使われます ST 合剤という名前ですねバクトリムという名前で、えー、よく使われています 短いプレゼンテーションでしたがまとめてみましょう大きく分けて4種類の作用で抗生物質は働きますもちろんこれ以外にもいろんな作用のある抗生物質はあるのですがあくまで基本,基本ということであえて多くは語りませんでした最初のグループは細胞壁細胞膜の合成と形成阻害ペニシリンセファロスポリンバンコマイシンなどの、えー、抗生物質ですね次 DNARNA の合成阻害これをするのが えー、リファマイシン、リファンビシン、えー、乳キノロン系の薬など、えー、タンパク質の合成阻害、えー、リボソームの働きを阻害してしまうのがエリス,モエリスロマイシン、えー、ストレートマイシンなどの合成物質、最後は陽性の合成活性阻害ですね、ST ザ剤がこれに当たります。 どううでしょうか、えー。次のプレゼンテーションは、えー、どのような場合にどのような構成物質を使うかという。